はい、せーの、チョレとラビー。こんなのぽよめと、チョレとマイネクと、キュンタとガリシャと、ラスケとデイベイ君と、ミカとサクレと、以上ミカです。せーの、チョレ。今回ですね、皆さん、マザー牧場というところに来ました。はい、すっげー、いい天気ですね。天気がですね、すごいわ。これ動画もし出てるんだったら、はい、奇跡です。普段ここですね、バンジーだったりとか、はい、まあ、あといろんな動物だったりね、はい、なんかそういうのがあるんですけども、はい、とりあえず今回は雨の中でまた僕とどれくらい楽しめるのか、また僕と雨だけでも楽しめるか、テンション雨強くなってね、まあ、そのやつやっていこうかなと思います。はい、まずはご飯かな。ジンギスカンだったりとか、はいはい、いろいろね、自分ね、中で買って自分たちで焼いたり、はいはいはい、なんかそれをちょっとやっていこうかなと思います、はい、じゃあマイレクさんお願いします。ジンギスカン負けた人がおごり、ご飯、ご飯、okay、最初はグーだけっぽい。もうまたじゃん。さっきだった、さっきだった、最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、いっぱい食べよう。よし、食べに行きましょう。黒毛和牛、その食べよう。黒毛和牛いっぱい食べよう、高いもの。あ、上ラムいいね。これ美味しそう。厚切り、厚切りもいいね。いいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかったですね。お腹いっぱいです。じゃあ次のとこ行こう。行こう行こう。さあ、ミストだらけのこの街、不安定な気温の中、どうやって友達が楽しんでいけるのか、マザー牧場スタートです。餌あげる？餌あげる？投げよう、投げよう。あげますか？あげないから。待って、おっと。うわ、すごい。髪合ってる気がする。めっちゃ似合う。めっちゃ似合う。絶対食べるものないのに一緒に食べた。ビートきさんだよ、これ。ビート、あれ、心臓の音みたいな感じだよ。心臓の音なんか。こういう生物なの。こういうことでしょ。あ、そうそう、そういうこと。こういうこと。普段。はい。ということで、羊の餌200円買いました。はい。で、さっきさくらと俺、アヒラあげたから。あげた。ちょっと、行って、はい。手のひらに置いてあげるんだって。おい、噛まれる。大丈夫だって、優しいから。あ、やだ、ちょっと誰か本当にやだ。すごい。あー、かわいい。めちゃくちゃ手荒れてんや。ガチャガチャ動物で遊んだら好きって笑いました。でも可愛い。戻して戻して、ガチャ戻して。あ、すごいすごいすごい。テテテテテテ。あ、それじゃないですか。ああ、これじゃなかったでしたっけ。これこれこれ。今僕らのお世話になってる佐々木さん。虹は甘すぎない。顔の前はね、ダメだし。震えて震えて震えてる震えてる。さあ、でかい。噛まれんの。ああ、嫌われてんじゃん。この子可愛い。見て、この子だけ。この子すごいわ。大人してる。はい。はい。おじいちゃんだけ。はい。すごいね。じゃあ、手前。見て、ありがとうございました。やべ、今ウサギがうんこしたとこ見ちゃった今。で、この先に母乳があるということで。母乳やめろ、母乳やめろよ。みんな、雨の日はマザー牧場。はい、というわけで皆さんね、はい、乳搾り会場に来ましたね。はい。すごい、めっちゃ、ということで皆さんね、今から乳搾りしたいと思います。はい、よっと。スタッフさん説明ある。はい、はいはい、じゃあやってもらいましょう。よろしくお願いします。牛さんがこんな感じで尻尾を上げる時があります、はい、これは牛さんがおトイレする合図ですぐにおトイレしちゃうので、はい、後ろに立ってるスタッフが逃げてくださいとお呼びします。やっぱ欲しいな。はい、なのですごく飛び散っちゃうので、はい、お尻からすぐに離れていただくようにお願いします。危ない。え、怖っ。いただきます。え、こうだったか。お前近いと抜けちゃうんだよね。はい、上からね。はい、根元から順番に。え、出ないんだけど。出ないんだけど。ここ握って大丈夫です。え、マジ？これ。なんかね、痛そうだよ。痛くないから。あ、出た出た。え、うわ。ちょ、見えなかった。向かって。出た。出た。すげえすげえすげえ。出た。あ、もう出ない。え、そんな。そんな。あ、本当だ、すげえ。うまい、舞茸。うまい、うまい。すごいね。白い白い。白いね。すごい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、乳搾りもしてラスト、皆さん売店来たということで、こちらお土産男チョコラビジャケー。
でも僕びしょ濡れなんで服買いたいんで、はい、一式全部買いたいと思います。お買い物行きましょう。チョリソとか買ったの？バター。テニオコ。テニオコ？え？え？ペニオコ、ペニオコパクリやん。どっちがパクリ？いや、絶対俺が先やってる、ま、すいません、店員さんいますこれ大人気らしいよ、ジャージーミルクブレッド。しょうがないな、もう物ばっかりだ俺たち大人気って書いてた。大人気って書いてた。始め！で、ラストいきますよ。最初はグー、ジャッケっぽい。はい、これしょ、はい、これしょ、よっ。お、もう変わったね、流れが。最初はグー、ジャッケっぽい。おー、おーい。まあ、一番勝ってほしい。最初はグーじゃんけんぽい。よっしゃ、おー、ポケ臭いな。でも今指をマジ悪い流れだから。出さなきゃ負けた。最初はグーじゃんけんぽい。おー、もう分かってた。まあ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 、早く、早く持ってけよ多分ジンギスカンより安いな。え、なんでお前のお土産の分をさっき自分で払って言ってたよ。僕のやつは自分の買わないって言ったんですよ。自分の分を親にやるんで。あ、そういうことね。そうそう、親名前なんていうの。おい、お前の家に届いたやつ俺の金だ。名前なんだっけ、お母さんの。フェニクロのマム、はい、え、マジで DM でありがとうお母さん見てる、産んでくれてありがとう。もうもうもうだよ、マザー牧場だけに。うまい、うまい、おい、送料はお前払うよ。あ、別に送料は出すね。36,470円。まあ借金240円得、うん、すごって240円あげました。お、よくお願いします。240円で、はい、ということで皆さん無事ね、僕のおごりで皆さんがいい思いしてくれたということで、ありがとうございます。皆さん家族にね、それぞれありがとう買ってくれたということで、ありがとうね。はい、おい、ババやめてください。おい、ババやめてください。ありがとう。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローね、よろしくお願いします。下の概要欄にメンバーそれぞれ SNS あるんで、ぜひそちらの方フォローもよろしくお願いします。あ、これだけ言うのはせいで、まだ僕では雨でも結構楽しめて、楽しい、皆さん、なんでぜひ来てください。下の概要欄に URL があるので、何件これ、まだ僕そこから来てください、遊びに来てください。お願いします。そして僕ら9月4日に西京都でライブさせていただくことになります。はい、下の概要欄に先行受付で URL あるんで、そこから飛んでね、応募してください。はい、よろしくお願いします。はい、せーの、チャンネル登録、おー、本名